こんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。今日はですね、ドローンの操縦技能と知識を最速で身につける方法を動画にしました。ドローンスクールでは座学、実技という形で分かれてますよね。これ全然決して悪いことではないんですけども、実はもうちょっと早く身につける方法というのがあるんですね。例えばご自身独学でやってる場合なんかだと、どれから始めていいかわからないですよね。確かに座学でしっかり知識を頭の中に植え付けてから実技で少しずつ飛ばすというのも全然決して間違いではないんですけども、これあくまでも僕の経験上からお話しすると、実は座学と知識というのは織り交ぜながらやるというのが最も習得する率が高くてスピードも速くなります。なぜこういうことが言えるかというと、オフ JT、OJT というものを織り交ぜながら覚えることが記憶の一番深いところにも覚えられやすいですし、何より再現性が高くなります。では一体どういう順番でやればいいかということをこれからまたお話したいと思います。まずは座学の一部から始めた方がいいと思います。座学の一部、どこから始めていいかわからないですよね。概要、法律、技能、気象、様々な知識が必要とされていますが、一番必要なもの、一番最初に学んでいただきたいことはドローンの概要だけで大丈夫です。なぜドローンの概要だけで大丈夫かというと、全く知識がないことを前提に話をしているんですけれども、ドローンって何っていう、単純に脳内での画像とか動画のイメージだけですとやはりちょっと足らないですよね。例えばドローンの歴史って概略どうなんだ、日本におけるドローンってどういう進化があるのかという概略的なものを覚えたり、あとはドローンってどんな種類があるんだろう、そういったものを覚えることによって、まず概要を知ることで、おおよそドローンというものはこういったものなんだっていうことが大体理解するようになってきます。でその後実技に入ってください。でいきなり実技って感じるかもしれませんけども、この実技なんですけども、もちろんプロのインストラクターに教わることを前提としてお話をしているんですけども、まずはドローンの安全点検の方法、プロペラをつけたまましていいのか悪いのか、電源のつける順番はどうなのかというところですよね。それとそこの実技で覚えるということは、安全確認と離着陸、水平移動の前後左右っていう程度ですね。これをまずしっかりと大体1時間半から2時間程度覚えた方がいいと思います。今の段階でまずドローンというものが概要として分かってます。さあそうなると、私たちの頭の中でまず理解できているのは、ドローンというものが何かというものと、ドローンを飛ばした経験というものが記憶の中に残っています。もちろんスティック感とかそういったものも機種によってですけども、大体分かってくると思います。そして次の段階で覚えていただきたいのは法律です。何度もお話ししてますように、小型無人機と飛行禁止法と航空法というこの2つの法律をしっかり身につけてください。例えば航空法における第三者物件から30メートル以上離した飛行というのは、もう飛行経験体験されてますので、あ、このくらいの距離かなというのが具体的に頭の中に思い浮かんできますよね。そういった形で体験に基づいた記憶から法律に照らし合わせて、あ、こういう形かなというものがおおよそ分かるようになるので、さらに法律が覚えやすくなります。これいきなり法律を覚えると何言ってるか分からないという部分もありますよね。小型無人機とは、無人航空機とはという定義のところから覚えなければいけないので、頭に霞がかかったような状態で法律を覚えていくのと、実際飛行経験体験をしてインストラクターがそこでアドバイスをした、そういった内容を経験してから法律に入るということで、法律がより覚えやすくなります。続いてはまた実技に入ってください。実技では常にインストラクターの下で教わることを前提としてお話ししていますが、2回目の実技というのも結構重要です。というのは、まず自分が1回目でできた安全確認が果たして再現性があるかどうか、1回目に飛行させた時の離陸した時のドローンの勢いと、2回目に飛ばした時の離陸した時のドローンの勢い、この差分がどうなってるか、今度は対面飛行とかそういったものの練習に入ってくるわけですけども、今まで自分と同じ方向を向いてたドローンが横を向いたり相対した対面飛行になった時に、コントロールスティックと実際ドローンが動くというものが頭の中で乖離が始まります。コントロールスティックとドローンが動く動き、側面や対面飛行だと自分が考えているものとは全然違う方向に飛行してしまうんですね。そういった
ことも経験することによってよりドローンの操作感やドローンの動きというものが体で覚えられます。そして今度はまた座学に入ります。座学に入った時はまず技術的なもの、そして気象的なもの、あとは総合的な安全運航管理、そういったものをまとめて覚えてしまった方がいいと思います。2回による飛行の体験によってより安全性がどれだけあるのか、またどういったポイントで安全を確保しなければいけないのかというものを分かってくると思います。そういう形で覚えていくことでより効率的に、しかも再現性が高められるという効果も期待できると思います。まあ、そういったところでですね、僕が配布している無料テキストを参考にしながら座学などを覚えていただく。そして無料テキストの後半にはですね、トレーニングシートというものが入っています。これドローンの基礎から徐々に上達するようにステップバイステップで1枚のシートで1回の課題、これをクリアしながら飛行させることでより安全に、できればプロのインストラクターと一緒に覚えていただきたいんですけども、その補足としても非常に有効だと思いますので、ぜひ活用してください。さあ、いかがだったでしょうか。効率よくドローンの操縦と知識を備える方法、この方法かなり有効になると思いますので、ぜひお役立てください。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そして悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。